ももしもしお兄さん私のプリン食べたやろレタフリせんとちゃんと話聞いて冷蔵庫の中に入れてたプリンなくなってるんやけどえ食べてないそんなわけないやろなくなってんねんから誰かが食べたに決まってるやん ほんであたしは食べてへんねんから、食べたのはあんたしかおらんやん。怒らへんから、正直に言うてみ。うん。絶対怒らへん。はあやっぱり食べたんやん。めっちゃ楽しみにしてたのに。 怒ってへんよ。怒ってない。怒ってませんえ理屈言うてんと、ちゃんと謝って。誠意が全然見えへんねん。うん。ちゃんと謝れるやん。でもな。 言葉だけじゃ誠意は伝われへんのやでごめんなさいの気持ちを何で表現してくれるんん何したら許してくれるって、うん、プリン。 だから、プリン買ってきて、美味しいやつ。そうじゃないと許さへんねんから。明日え明日買ってきてくれるん <laughs> うん、許す許す。あ、やっぱり待って。買ってくるんじゃなくて、 週末、一緒に食べに行きたい。駅前のの、スーパー西山の向かいにプリン専門店ができてん。だって新しい店やし、初めては一緒に行きたいんやもん。週末は用事あるあるんやったら買ってくるだけでもええけど、 えほんま一緒にいてくれるんうん。嬉しい。明日からは、週末を楽しみに頑張るな。約束やで約束やでふふ。<laughs> ありがとう。 なあ、プリン、おいしかったそっか。おいしかったならよかった。明日も頑張れそううん。それやったら、食べてもらえてよかったわ。おやすみ。